近藤勇の局長としての責任感やリーダーとしての立場、演じてて楽しいんだよね。玉尾もふみも新選組の稽古お疲れ様。みんないい感じに仕上がってきたね。そうね、玉尾の土方は真に迫っていたけど、一恵、あんたの近藤勇はやっぱり少し軽いわね。近藤勇は新選組を束ねる局長、多くのものを背負う重さを表現できないと。重さか。自分でも自覚はあるんだけど、まだつかみきれなくて。焦らず稽古を続けていきましょう。ああ、そうだ、玉尾、ふみ、この後時間ある？ちょっと相談したいことがあって。相談？構わないけれど、どうしたの？ほら、物語の序盤に池田屋事件のシーンあるでしょ。今の台本だとナレーションの説明で済ませちゃってるとこ。そこをさ、もっと大人数の盾でドーンと派手にできないかなって。やっぱり新選組といったらド派手な立ち回りも期待されてると思うし、きっと盛り上がると思うんだよね。そうね、私もできればやってみたいけれど。気持ちはわからなくもないけど、この限られた人数じゃ無理よ。キャストは玉尾に一恵、ルイとゆゆ子と私の5人だけだし。ゆゆ子ちゃんにもそのあたりの事情を踏まえて台本執筆をお願いしているものね。うん、その事情をなんとかしようっていうのが本題。どういうこと？実はね。どうしたの？みんなで集まっちゃって、なんだか深刻そうな顔してるし。なんか改まって言われるとちょっと照れるな。でもありがとね。ちょうどやりたいシーンがあるんだけど、人手が足りなくてさ。うん、舞台に立ってもらえないかと思って。あたしだって演劇家じゃないよ。っていうか、そんなこと関係ないじゃん。全力で舞台に向き合えるんだったらね。お礼なんていいよ。それじゃあ玉尾たちに今の話相談してくるね。というわけで、元演劇家のみんなが協力してくれるなら、あの一幕で大きな立ち回りもできると思わない？そうね、私は難しいと思うわ。どうして？今からだと稽古場所が確保できないから。
稽古場所やスケジュール調整の大変さもあるけど、問題は演技を完成させられるかね。たとえ池田屋事件の一幕、キラレ役の演技だけだとしても、本番に間に合わせられるか。厳しい言い方をするけど、ブランクのある人たちを舞台に上げるのは、はっきり言って反対だわ。演技や演出の指導者がいれば、もう少し話が変わってくるんでしょうけれど。指導者か。だったら、私がやってもいい？一恵が？やっぱり、ほっとけないんだよね。舞台に全力で向き合うって言ってくれてるのにさ。それに、なんだかこういう熱い思いを束ねるのって、局長の近藤勇っぽくない？わかったわ。やってみましょう。ゆゆこちゃんには、私から話をつけておくわ。局長近藤勇の名前を出した以上、半端は許さないわよ。ありがとう、玉尾、海。ただし、絶対自分の稽古をおろそかにしないこと。そんなの本末転倒だからね。もちろんわかってるよ。じゃあ、みんなに知らせてくるね。新選組の舞台、近藤勇の演技も苦労したけど、たくさんの人に稽古をつけるっていうのも大変だったな。私、上に立って物を教えるとかあんまりやったことなくてさ、想像以上の気苦労だった。でもね、そのおかげか見えてきたんだ。新選組の大使たちの思いを背負う近藤勇の重さが。期待しててね、私の近藤勇。みんな、今日も新選組の稽古始めるよ。池田屋のシーン、近藤勇たちが突入する場面から。こんなもんかな。よし、それじゃあちょっと休憩にしよっか。みんなの演技、海の目から見てどうかな。正直厳しいわね。まだまだ動きも小さいし、倒れ方もぎこちない。と最初は思ってたんだけどね。でも同じ失敗は二度してないもんね。ちゃんと上達してる。集中してもう一回行ってみよう。いいよ。ここで最初ガチャンってぶつかって、説明するの難しいし、実際にやってみようか。一恵の指導のおかげか、不思議と形になってきているのよね。教え方は結構アバウトだけど。一恵らしいわね。それに何より一恵自身の演技も。疲れた、眠い。一恵、大丈夫？平気平気と言いたいとこだけど、さすがにちょっときついかも。自分の演技の稽古とみんなの稽古両方やるってやっぱ大変だな。ご苦労様。それじゃあ放課後の稽古はお休みにする？そういうわけにもいかないよ。フミにも自分の稽古はおろそかにしないって約束してるし、みんなもすごく頑張ってるし、何より舞台をやりたいって気持ちがビシビシ伝わってくるんだよね。
何かを成し遂げようっていう強い気持ち、新選組に志願してきた大使みたいだなって。だったら新選組局長近藤勇を演じる私もみんなの期待に応えなきゃだよね。局長としてか。なるほどね。わかったわ。それじゃあ予定通り稽古しましょう。ひるむんじゃねえ。俺たちの双剣には日の本の未来がかかってんだ。ここが新選組の正念場。お前ら男を見せろ。い聞け不敬なる老子諸君、俺は新選組局長近藤勇。いざ覚悟。手向かいするなら容赦なく切り捨てる。みんなお疲れ様。今の演技これまでで一番良かったよ。いや私は何もやってないって、みんなが頑張っただけだって、はあ、驚いたわね。この短期間でここまで仕上げるなんて。ええ、本当に一恵に任せてよかったわね。そうね。それに玉尾、一恵の演技なんだけど。海も気づいた？いつの間にかたくさんのものを背負う重さが感じられるようになってるわね。みんなを引っ張って稽古をつけていたことが新選組を仕切る近藤の演技につながったのかも。そうかもしれないわね。ちょっと二人とも、何こっち見て笑ってんの？私また何かやった？ううん、とても一恵らしいって思っただけよ。ん？何のこと？まあいっか。二人とも次のシーン行くよ。